はいどうもフリッチです。今回もですねダーケストダンジョンやっていきたいと思います。さあ今回ですねレイ・フルツチのレベル2の2人組がねいないので新しくですねデスモンドというまあ近接のね重機兵を使いつつアルというね弓とポイレイ賞金稼ぎマーク系の2人相性がいいと思うんでねそれら合わせてやっていこうかなと。前回樹海に行ったんですよ、新パーティーで。特徴つかめずに行ったんで、一人死なせてしまいまして、ちょっと後悔してるので、廃墟でもいいのかな、こうポイント高めていくと思うんですけど、ちょっと今回お金がないから短めのしか行けないんですよね。短いで行くと、あ、入り江がありますね、入り江行くか。で新戦力で行くってちょっと危ないかな。あ、マンデル。結構古参ですね。2列目をポイレイかな。3列目遠距離攻撃あるですね。このパーティーで行きますとちょっと状態異常がねないので場合によっては危ないかな。出血くらいつけていこうかな。どれかない出血。耐性系でね倒す敵っていうのがいて、まあ、防御力硬い敵にはね毒とか出血やりたいんですがないので行きましょう。お金がないので優先は食料で次松明かな。松明5食料12こうだな。これはちょっとお金稼ぎに行くかね。そうなりますね。何に使ったかっていうとレイっていうキャラクターのスキルというか癖かをロックするためにお金使ったのでそこが大きいですね。まあ一応新戦力はデスモンドだけかな。元ポイニャンですね。海の近くの洞窟か。でこのアルはね使ったんですけどすぐ引いたんであんまり使えていないというキャラですね。あ、これ長いな。短いですけど分かれてるのでちょっとこれはどうだろう。一回行って帰ってきて一回行って帰ってくるんですよね。スコップないからな。ちょっと温存したいですね。まあ、松明2本くらいがいいかな。この往来で。あ、よかった、拾えた。帰ってきて4本くらいないときついですね。まあ、次は戦闘だと思うんで使いましょうか。まあ、一回行こうか。あ、来た。あ、異形ですね。前列にストレス、後列にもストレス。ストレスが一番厄介なんですよね。あいつは12か95。マークされた敵に 50%、 マークされた敵に 90% か。マークつけた場合はこいつの方が強いな。上げれたら殺そう。狙うか。こいつ狙おう。耐えた。マークがついたね。でもでデスモンドに集中すると危ないかな。粉砕どう。粉砕死にはしないか。全身でノックバック傷つけようか。あ、当たらない。なんと追撃しましょうか。うわ、最低値。これ良くないですね。またやっちゃったかな。1ラウンドで1人も死んでないっていうのやばいですよね。あ、回復した。あの2人回復できるのか。まあ、シャーマンですもんね。
デズモンドといえばそうだな。味方をガード、で防御力上がるとはいえだな。引っ張って殺したいな。よし、引っ張れた。よし、クリティカル。まずは1体回復。クリティカル欲しいな。ね、それ強化ダメージとか上がってますね。引っ張るか。あいつ3列目でもやってきそうだな。出血は耐性が半分あるから、よし、マークつけれる。マークはつけれそうだね。まあ、やりますか。こっちでつけようかなって思ったんですけど、間に合うかなっていうところでね。よし、やっぱりウォータースピアの技があったぞ。下げたの握手っぽいな。全員食らってるな。ちょっとクリティカル狙ってみよう。なかった。これでノックバックつければいいんですよ。これこいつが弓で撃つとマークついてますからね。普通にこいつが強いな。後列で後列狙えるんですね。強くない。だって前列で前列狙えて後列で後列でも狙えるならレイと一緒だね。ノックバックつけない方がいいですね。後ろの方が厄介だね。マーク、そっか、もう一個前か。あげましょう。まあ、全員回復。来た来た来た。よし、いいよ。クリティカルが欲しいんですけどね。気絶つくかな。つきそうだね。こいつ上がってるんでどうにか抑えたと。でマークついてるからね、終わりだ。まあ、あとはもうね、獲物を気絶もしてないからね、特に両方変わんないか。はい、いけ。あ、8か。狙ってやろう。気絶狙うか。わ、両方耐えましたね。クリティカル出ないな。この2人結構相性はいいですね。どっちがマークつけるかってとこだね。あるはね、どこでもつけれるんで、前以外なら。で、ポイレイは前の2人にマークついてると強いんで、2列目の敵にマークつければいいんですね。あ、まずい。よくないですよ、そういうの。食べていいのかな。これ次違うんじゃないかな。引き返したいですね。偵察があればね、上がるんですけど、無駄な移動したくないですね。帰り食ったらやばくないか。12ラウンド。わ、戦闘か。6本あればまあいいや。
練習したの？あ、したんですか？すごいな。あ、これガード系か。いるんですね、こういうとこにも。なんかすごいとこにいるな、しかも。厄介なのはでもシャーマンですね。狙っておきたいな。ガードちょっと怖いな。つけたくないな。気絶つけとくか。4761か。引っ張って撃って殺すがまあ理想ですね。引っ張りますか。頼むよ。よし、回復しときますね。あ、来た来た、クリティカル。では撃っちゃおう。6から12頼むよ。よし、いいよ。あ、3列目やばいな。悪魔のバリア防御、これか。ガードされている、関係ないね。引っ張るか。こいつ移動しづらいけど、いけましたね。だこれこの子撃てなくなるけど、まあ、次のターンで仕留めるっていう感じかな。1個下げるか、この状況で。頼むよ。はい、深海ナックル出血か。出血なんですね。4列目でできるってずるくない？それそれはずるいな。上げるか。全員回復。よし、いやでも持ち合い出てますからね。強化してもな。出血耐性は 50% か。 40%、 まあそれならいいや。殴っても効かないからね。気絶狙うか。マークはついているので、あ、下げない方がよかったかな。殴れるかな。マーク延長しますか。よし、来た。 90% でも8から15ね、通常くらいの。畳みかけようか。出血狙うね。まずい、二重でついてよ。4なら集中治療。あ、そっちについて。よし、いいよ。逆か。あ、いいですね。君を殺したいからね。まあ、よくはないんでしょうけど。ノックバックつけようかな。この子にマークが欲しいんだけどね。よし、これで盾なんでうまく狙うと。逆なんでね、狙いたいのは。ありがたい。1で殺すか。いや、回復しよう。これ全員でいいんじゃないかな。まあいいか。はい、スピードないの。よし、やった。あとはマークついてるんで狙いましょう。ナイス、撃っていく。マークついてれば強いですよ、こっちも。だこれ防御力があって HP もあるってなかなかね、強いですよね。こっちのヒーローと同じぐらいの HP あるからずるくないか。強いな。
帰れないかな。もう帰ってもいいですね。ねこれ。なんもなかった。うわ、嫌なやつに会ったね。まずい、蜂。これは、マークは外した方がいいな。こいつが先だったらいいんですけどね。気絶からのコンボで行ったんですが。6から12か。出血は効果ないからね。これ死ぬんじゃないかな。2回攻撃1回されてるから次1回は来るはず。まあいいや、任せよう。危ない。よし、下がってもこれ来てるんね。結果は良かったかな。いや、そこクリティカルでしょう。こいつ殺すか。このおっさんで殴って殺す。で、マークつけて殴る。無理でも弓で撃つ。頼むよ。3号確定死ですかね。85か80。まあ、高い方でいこう。まあ、1回なら死にはしないけど、重いな。死ぬかもしんない。これ狙わない方がいいかもね。クリティカルで死んだら上がってくるんで殺される可能性がありますよ。よし、回復。銃食らうから、銃じゃちょっと怖いな。まあ、でも弓ありますからマークしてないな。開けない方がいいかな。安定的に行こう。で、今こいつ後方を狙うんでガードつけようか。よし、痛いもん痛いな。クリティカル狙い無理か。気絶欲しいですね。上げてノックバック気絶与えようか。12なら死にはしないでしょう。上げてノック、あげし、いいね。あ、でも気絶が欲しいだけなんで、いらないっちゃいらないな。乱射でいいか。ノックバック頼むよ。ノックバック気絶か。気絶ね。死んだ。違うんですよ、一旦欲しかったんですよ、時間が。これ怖い。いけ。何もなかったよかったですね。食べちゃおうか。よし、ここで終わりじゃない多分。奇襲デキシスロール。ガーディアンいるな。なんだこれ。ディープスティンガー。池だらけだな。池アンデッドか。どうしようかな。様子見はしてらんないよね。マークか引っ張るか。マークこいつにしてやってもいいんですけど、死にはしないから引っ張った方がいいかな。こいつなんかノックバックしても意味ないから、後ろに下げてなんか弱体化っていうのがあんまないんですよね、敵に対して。なら撃つか。で、全員っていうかこいつだな。23。あ、死にますね。11。まあ死んだ方がいいか。あ、かされた。予感してたんですよね。そうなんじゃないかなっていう。こいつが分かんないから上げてみようかな。
こいつどっちでもいいからね。気絶、弱体化、気絶、耐えた耐えた、いいね。何これ、うわ強い。ストレスプラスダメージ重いね。ガーダー使えないかな、毒かな、出血か。こいつ強いな。前列も狙えるんだ。あれやった方がいいね。リベンジ。あ、自爆した。嘘でしょ。これはまずいよ。ポイレイが死にそうです。位置関係ないから、これは殺しに行かないとまずいぞ。気絶したら終わりだね。よし、こいつ実質体力2ですね。あいつはどこでも狙えるから、マンデルこうステイみたいになっちゃうけど、耐性を高める、高めるかで、高めた上で回復かな。よし、まずはこれダメージはないんで、残してもそんな影響はないので、ガーディアンやった方がいいんでしょうけど、ノックバックで下げて、でも何もないからいないか。殺しましょう。ここでクリティカル嬉しいけどね。であとはね、気絶入れるか。ついてよし。時間が与えられたの嬉しいね。9か、全体癒したいな。クリティカル頼むよ。あ、1、最低値出ましたね。ノックバック意味ないから、マークつけて殺しに行こう。惜しいね。こういう時に来ましたよ、マークの効果。よーしよ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 し、これなんか罠なら嫌なんで、ある行こう。罠でした、帰ります。いやー、今回ね、新戦力試しに、あとまあコンビネーション試しに行きましたね。やっぱ両方マークつけれるので割とやりやすいですね。でマークつけた際のダメージがまあ両方違うんですけど、ポイレイの方が強いので、2列目にアルでマークつけてポイレイで処理するみたいなやり方が割といいかもね。スピードマイナス 1HP50%、 あ、下がればってことね。いよいよ食料消費マイナス 100%、 ストレスが 50% 超の時、あ、拒食、ストレスが高いと食わないんですね。あ、いいねいいね。イップ捨てた。あ、タイマス、あ、それはいいや。イップスやばいですね。命中率下がるんでね、当たっていたシーンで当たらなくなるから、5ってまあほぼ 5% 下がったに近いからね。聞け聞くのだ、金の希望の指標。金かな、金だな、一筋の陽光かな、ミラージュですね。この清々しい天気は現在の回復期間を楽しんでいる者たちにとっては特に歓迎されるべき変化だ。すべてのストレス解消アクティビティの効果が増大。あー、なるほどね。レイ、フルズチ、ストレスやばいですね。二人ともね、病気治しに行ったやつと、あの、癖治しに行ったやつなんで、なんせ固定ですね。
レイは、なんだっけ、祈りだけなんかついてなかったっけ、なんもないか。レイ祈るか。レイ瞑想しよう。で、私、古土がですね、まあ、半分いってるんで、飲んできますね。これ、みんな高いな。で、ギファートは一回病気治すお金はないかな。なかなか悲しいですね。病気治すお金がないと。お、ちょっとね、神秘主義者ね、一回死んじゃってるんで、復活かな。冒険。初めて見ね、古物収集家。3列目、4列目か。属性というかなんか特徴は伏せろで下がって回避する。回復レジスト、これ微妙じゃない？ターゲット強化、1回の戦闘での使用3、我が身を守れ、ターゲットをマーク、味方にガードさせる、ターゲットを強化。え、こいつ何、これ何が特徴なんだ。潜伏解除、ターゲット弱体化、不敗臭、遠距離、まあ全距離ですね、遠距離というか全距離狙えて、毒与える、1ポイント3ラウンドで弱体化、毒レジストマイナス 20%。 これの使い道が分かんないな。まあ入れなくて、まあ、入れときますか、一応。見たことないし。そろそろね、武器屋とか上げたいんですよね。ちょっと足りないか。そう、次回もね、いないと、レイフルチエ。どうなるんでしょう、このパーティー。まあ、ちょっと軽くいけるとこっていうのがないから、まあ、みんなレベル上げながらやってますけど、ちょっとね、第2パーティーというか、安定感のあるパーティー欲しいですね。まあ、レイ、フルツチ、ペロルド、マンデル、このね、黄金パーティーは、まあ、ペロルドが状態異常、フルツチが状態異常して、レイが普通に攻撃力があるんで押し切って、で、マンデル回復っていうね、いい感じなんですけど、そういうの欲しいね。属性もありながら、単純な攻撃力もあって、回復もまあできると。そういうの欲しいね。ただ、ポイレイもアウトなんで、まあ、ギーブとか連れていくか。これはね、まあ、道化師ですね。まあ、初手フィナーレっていう技があるんですけど、まあ、それ以外で言うと、まあ、ストレスとか解消できるんで、結構やりやすいと。で、まだダーシー使ってないんでね、こいつやってもいいかな。これ、加入当時からスキルが全部あるんで、まあ、戦闘中じゃないか、別に切り替えながら戦えるんで、これもありですね。あ、これ全部あるって、あ、全部あるんですね、もともとね。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。まあ、とりあえずまた次回続けていきましょう。